離れが悪かったのは4号艇の渡辺俊介、大外に回っています。1,2,3 そして5,6,4という並びです。第5レース対戦の6選手は1号艇三重の小森信夫、2号艇が東京板倉敦、3号艇兵庫の中島達也、4号艇愛知渡辺俊介、5号艇静岡大ベテランは高塚誠一、そして6号艇埼玉 SC タイトルホルダー中澤和志、以上6メンバーの対戦。上空だいぶ青空の範囲が広がってまいりました。向かい風のコンディション1、2メーターは変わっておりません。陰線1号艇の小森、高モーター65キロを手にしての今シリーズ、昨日はセンター戦で5着2着でした。今日はこの絶好枠1回走り、2コース2号艇の板倉、今日は第11競争との2走、3コース3号艇の中島、今日早くも2回目の登場、前半戦は3着と船券の対象は確保しています。そして1600人を超えますボート選手の中での最年長選手、ベテラン健在ぶりを遺憾な発揮しております5号艇の高塚、ここは角位置です。5コース6号艇の中澤、最アウト4号艇 A 級レーサー渡辺俊介、予選競争第5レーススタートチェッカー点滅を開始、スタイルは3対3、進入体型さら待って、体型の方はインコースから1番2番3番5番6番4番の体型、予選競争第5レースただいまスタートいたしました。スリット通過後2コースから2号艇5コースから6号艇わずかに好スタートを切っていますが、まずはインカーによる体勢1号艇さらに2号艇が外前内側のから5号艇さらに6号艇幕下しのハンドルバックストレッチ、さあ内を刺していったのは5号艇ベテランの高塚、リードの方は一定身ぐらい、2番手追走ですが陰線残した1号艇の小森、3番手争いは内をついた4号艇渡辺、さらに外のから6号艇の中澤、後方3番2番向こう正面からこれから2マークの旋回、スタートのは前提正常です。角位置から左右を刺したのは5号艇の高塚、さあその後2番手争いは左右を刺して6号艇の中澤和志、上の体勢は5番6番アウト握っていった1号艇小森、これとの2番手争い5、16か5、61の体勢か、発走台を解けば2番手争いが並んでいますが、トップ5号艇の高塚、リードの方わずかに2停身となっています。今度は1マークの攻防、5号艇先前体勢、そして6号艇が先にハンドルを入れます。内側のから1号艇が差していきまして、上位の体勢は5、16の体勢でバックストレッチ向こう正面です。トップと2番手の定間若干広がって、それとも2停身半から3停身弱、2番手追走陰線1号艇の小森、3番手争いは6号艇の中澤の内側のから4号艇の渡辺俊介接近いたしまして、後方5番手には3号艇中島、最後方追走2号艇の板倉です。5番1番今度は4号艇先前体制、打ち差していった6号艇の中澤和志、上位の体制は5、16の体制、レースはこれから最終周回です。リードは早くも4停止と広がった5号艇ベテラン健在ぶりを遺憾な発揮する5号艇の高塚、2番手追走は陰線残して1号艇の小森、3番手には6号艇の中澤です。5番1番6番の体勢、1マークを旋回いたしましてバックストレッチ向こう正面、6号艇はちょっと引き波にはまりました。内をついて4号艇刺してきまして、逆転の3番手の浮上か、514か516の体勢か、レースの焦点は完全に3番手争い、2連単の51、なんとこれで2万円台です。 241.8 倍、3連単の514 546倍、516 353.7倍、5番1番となって4号艇先前、6号艇が外つけ前に行きます。3番手争いはどうでしょうか、4号艇わずかに優勢か、6号艇も外握っていく、3番手争い接戦、今1から5号艇高塚ゴールイン、2着1号艇小森ゴールイン、3番手争いは4番6番でゴールイン、後方3番2番ゴールイン。